というわけで100日ぶりの外出先はクラークキーです。こちら有名なシンガポールリバーとお家と、今は日陰にいるのでちょっと暗いかもしれませんが、ここが濡れてると私口で呼吸しないと生きていけないので、この窮屈さですごい眉毛が目元だけだと険しい感じになってしまうんですけど、表現力多めでやっていきたいと思います。今日は久しぶりの外出すぎて、いやー、なんて言えばいいんだろう、予想以上に静かですね。平日の夕方っていうこともあると思うんですけど、やっぱりみんなまだお家にいると思うので結構ガラガラです。クラークキーのセントラルモール、ドンキのペンギンもいます。こちらがさっき言ったシンガポールの川なんですけど、ここはね、川沿いなので水面にいろんな光がにじんで見えて、夜だととても綺麗にライトアップされます。クラークキーって書いてありますね。このキーは埠頭という意味で、実は数十年前までシンガポール側を従来する船が出入りする経由地として栄えていました。はい、以上で私の意味ないツアーでした。ここが多分ボート乗り場、もうお金払えば乗れるんですけど、まだ1回も乗ったことなくて、14年もシンガポールにいるんですけど、クラークキーといえばのチリクラブも食べたことないし、船にも乗ったことないし、全然満喫してません。どちらかといえば夜の繁華街なので、今はそんなに人がいませんね。というか異常なほどガラガラです。こんなに堂々とカメラに向かって喋られるのはガラガラなのと、黒いマスクで喋ってることが全然わからないってこと。全然、あ、蝶々めっちゃ綺麗、見えるかな、すごい綺麗。オーマイガード、すごい淡い色。少々で話がそれちゃう、脳内お花畑状態なんですが、まあ、そんな感じで全然バレないというところです。ちょっと待って、堂々と喋ってたのに、写真撮るの手伝いましょうかって聞かれちゃった。申し訳ない。優しいですね、みんな。同い年ぐらいのティーネイジャーに「You want us to help you take photo?」って早口で言われたので、一瞬戸惑ってしまいました。あ、今のって100日ぶりの他人との会話じゃない。ひえ、今ね、体温測ったところ36度6分でした。ここがバーとかレストランとか多いところなんですけど、ガラガラです、相変わらず。ほら、本当はこんなにお店があるんですけど、ほぼやってないですね。別に食べに来たわけではないのでいいんですけど、夜になるととてもカラフルでパリピの聖地になります。ここのトルコアイス、とても有名です。今閉まってると思う。さっきちょうど川の向こう側にいたんですが、はい、反対側にやってきました。逆バンジーもできる場所があります。絶叫系好きだけどやったことないんだよね。で、こっち見ればマリーナベイです。はい、シンガポールリバー、これ以上言うこともないです。繁華街の端っこにオレンジジュースの自動販売機もあります。これよく見かけるんですけど、オレンジをその場で絞ってジュースにする機械で正直衛生面どうなのかと思いますが、人生一度はやってみたいものです。ちょっと暑すぎるので休憩します。こちらのピースモスクなんですけど、実は政府から配布されているもので、こういう袋に入ってるんですね。ここには Comfortable, Breathable, Quick Drying, Washable, Reusable って書いてあるんですけど、全然息できない。でもここで外したら即罰金なので違法なんですよ。だからつけてます。忍者みたいだよね。黒いから口の動きを読み取れない。誰かが近づいてきたら密です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 って言っても誰が言ってるのかわからないので、その面では威嚇しやすいマスクです。結構幼く見られがちなので、学校行ってないんかこの子はって思われそうまあいいんですけど、また可愛いスポット見つけた。フェーズ2になってまあまあ出かけられるようになったんですけど、出かける人数は5人までっていう制限があるので、6人グループの友達は1人はぶられますね。マスクやっぱり苦しいで、シンガポール側もね、第2波を防ぐためにいろいろ慎重に前に進んでいるそうです。変わったレストラン、これ見たのも初めてかもしれない。これいいですね。絵が可愛いし分かりやすい。各エリアにはこんなお店がありますよって、これもよく見かけるサインだと思います。暑いねやっぱり。100日ぶりも暑い。ここ最近5日間ぐらい毎日ゲリラ豪雨だったんですけど、今日は天気がいいと思ったら案の定灼熱で、極端なんですよ。仕事と私どっちの方が大事なのっていう人と同じですね。いや熱中症になりそう。そろそろセントラルのモールに戻ります。ちょっとクールダウンしてすごく静かだけど、これはこれでまたいい雰囲気が出ております。草って言っていいの？芝生？ここはまだマシだけど、お家の前の芝生がすごい茂ってて、やっぱ飼ってくれる人がいないと大変なことになるんだなと気づきましたし、家の周りが綺麗なのは当たり前じゃないんだなって改めて思いました。草ぼうぼうでびっくりしたもん。しげしげの水木しげる状態。昔は週3、週4でクラークキーの方に来てたので見飽きた光景なんですけど、皆さんにあんまりシンガポールの魅力伝えられてないなと思って、今日は外ロケ久々にしてみました。暑い。シンガポールのドンキはドン・キホーテではなくドンドンドンキです。ジャパンディスカウントキング、すごい謎。キットカットの種類は日本にいるみたい。ドンキといってもシンガポールのドンキは安くありません。帰ります。久しぶりに外で撮ったからこんな感じになるかわからないけど、早く編集したいな。茶色い。まだね、友達と会ったり外食したりするのは怖いんですけど、特に散歩ができるように自分も早くなれたいです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価お願いします。こんなこと日本だったら外で絶対言えないもんですかね。